はい、皆さんこんばんは。0時を過ぎてしまいましたが、富山いずみさんの今日は何の日、毎日が記念日などを参考に抜粋して、私の まとめた私なりに書いたりもした1月7日今日は何の日、今日はどんな日、いきたいと思います。春の七草が湯、セリ、ナズナ、五行、ハコベラ、仏の座、鈴名、鈴代。前日の夜にまな板に乗せて林歌を歌いながら包丁で叩き、当日の朝にそれを粥に入れるという呪術的ななんかやり方が本来らしいですが、まあそれだけではなくて、なんかおせち料理などに疲れた胃袋に贅沢なもんばっかり食べてた、野菜でも野菜不足な中に、まあフレッシュな野菜と胃腸に優しいおかゆを食べるという、まあ理にもかなっている風習のようです。古代中国から伝わったということです。はい、今日沢田研二さんも言ってました。私にとって、私わらしなみおにとっては、今日は1月7日2022年、沢田研二の初詣ライブ初日観覧でした。爪切りの日、これも初耳、これは初耳。新年になって初めて爪を切る日、七草を浸した水に爪をつけ柔らかくして切ると、その年は風邪をひかないと言われている。はい、間に合わない、来年やってみようかなと今思ってますが、来年はきっと、この程度のことは忘れてそうな気がします。千円札の日、初の千円札は1945年8月、大和武尊で発行された。1946年新円切り替えでこのお札が失効、そして1950年1月7日に聖徳太子の千円札が発行。1965年の伊藤博文まで15年にわたり聖徳太子の千円札が流通しました、活躍しました。ごめんなさい、鼻すすっちゃった。そして虐殺政権からの解放の日、1979年の1月7日ベトナム軍の支援によりカンボジア旧国民族統一戦線が首都プノンペンに侵攻、ポルポト政権崩壊。なんか崩壊の方の字は崩れるってイメージあるんですけど、崩壊の解の字ってこんなんだっけって思ったんですけど、今スマホで字をあまり書かないじゃないですか。異界用の解だって思いましたけど、合ってますかね。1975年4月から約4年間数十万から数百万のカンボジア人が粛清された。知ってはいましたけど、改めて衝撃ですよね。しかも今回注目したのが数十万から数百万っていうこの数字、あの命は一人の命でもものすごく重いのに、というか一人死んでも悲しむ人はいるし、というかまあ命ってね、そういうかけがえのないものなのに、ざっくりすぎません？それだけどれだけ殺されたか分かんないような時代だったっていうことでしょ？だって数十万から百万人じゃなくて、数十万から数百万人ってすごくないですか？めっちゃびっくりしたんですけど。あ、酔っ払ってます。すいません。今日は酔っ払ってます。喋り方がちょっと怪しいと思います。だんだん字が出てきたっていうよりは、何でしょう、どっちも字じゃないかな、から。夕霧記、1678年、大阪新町の扇屋の遊女、夕霧の記述、名記として知られ、大阪中がその死を悼んだという。大阪の坂の字がこっちになってたんですよね、両方。富山さん、こっちでいいんですか、それとも。まあいいや、大阪中がその死を悼むほどの
名の知れた遊女名器ってすごくないですか。これも読み方合ってるか Google 先生で引いたらこれがすぐ名器で出てきたんで合ってるかなって判断したんですけど、死後浄瑠璃や歌舞伎など多数上映されたそうです。彼女と愛人さんの物語みたいですね。なんかちょっと思ったのが、どの時代にもどんな職業についていてもすごい人はすげえやつはすげえんだなみたいなことを思いましたね。645年、唐の僧玄奘三蔵がインドまでの16年の旅を終え長安に戻る。西遊記は小説ですが、まあ彼のことをモデルにしてというか、大唐西域記などを踏まえて三蔵という名前で書かれている。三蔵法師というのは経律論の3つに精通している僧侶に対し皇帝から与えられる継承で、特にこの玄奘のみでなく、与えられる称号のようですが、まあ、今では、まあ、これだけの徳を成した三蔵法師といえば玄奘三蔵みたいになっているそうです。629年にシルクロード陸路でインドに向かい、ナーランダ僧院などへ巡礼や仏教研究を行って、645年に経典657部や仏道などを持って帰還。そこから翻訳作業で従来の誤りを正し、放送宗の開祖となった。645年のことなのに657部とかきちんと数字も残っていて、というか今なおね、それがそういったことが研究とかも続いていて、まあ、宗教は宗派の廃れとかある流行りとかあるみたいですけれども、でも実はこの後のこの説明を、まあ、息子のスマホかなんかで、読み上げようかなと思ってたんですけど、もう0時過ぎちゃったんで今日は それはやめます。で、インドユガ行派、ユガ行唯識学派の思想を継承する中国の大乗仏教の宗派の一つで、まあ、放送宗というのは三蔵法師の弟子がみたいに書いてあったんですけど、もともとといえば三蔵法師が開祖みたいなことなのかなと思ったんですが、このユガ行派の唯識学派っていうのは唯心派、まあ心に対して、まあ、異なるものっていうような説明を読みたかったんですけれども、唯識、個人個人にとってのあらゆる諸存在がただ8種類の識によって成り立っているという大乗仏教の見解の一つ、8種類というのが聴覚1、視覚1、聴覚2、嗅覚3、味覚4、触覚5、意識6、そして2層の無意識、まあ2層っていうことでそれぞれ7、8で8つということでした。まあ、まあ、全て主観であるみたいな、なので空である、空と書いて空であるみたいな、酔っ払ってるんでちゃんと喋れないんですけれども、あのボーイフレンドのビンちゃんは仏教を私より詳しいので、まあ、もうちょっとこれらを踏まえて喋ってみたいなと思いました。はい、時間かな、無駄か、やばい時間が大丈夫、9分だ。1558年、イングランド最後の大陸領土であったカレーがフランスに奪還される。元。1610年、ガリレオ・ガリレイが木星の衛星イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストを発見。電車の中で行きに書いたんで、なんか大きくしてエウロで終わりだと思ったら、タもあったっていうね、次の行で。まあ、電車の中で今日これを、原稿を書いてました。1926年、小説家協会と劇作家協会が合併して文芸家協会、現日本文芸家協会が設立された。
1939年戦争経済を支える人的資源把握のため国民職業能力申告令交付。こんなん知ってました？教科書載ってなかったですよね。初めて知りました。今は載ってたりして。1948年アメリカの動物学者キンゼイが男性の性的行動を出版したのがこの昨日1月7日。そして彼、キンゼイリポートとして有名な、男性の性的行動についてたくさんのインタビューや面接などを行って出版したキンゼイ博士は、なんと私とバースデーが一緒なんです。はい、なんとも、私の誕生日らしいなと思ったのは個人的な話。なんか、かなりの大人数の人にインタビューや面談などを行って今なお価値あるというか、これに引用したりこれに当たったりされるような重要な研究らしいんですけれども、同時に、まあ、こういったナイーブ、センシティブ、突っ込んだ、まあ、エロい話なんかも含めて性について語ってくれる人っていうこともあってか、まあね、つてを頼るとか協力してくれる人を募集するにあたって、まあ、偏りがあったっていう意見、なんか刑務所に入ったことがある人だったかが 25% もいたとか、1800人とかの分母だとしてそのうち 25% もいたとか、なんかそういうのが偏りを生んでいるみたいな意見もあれば、いや刑務所とか関係なしにもっと普通にっていうか、いろんな人、刑務所入ってた人っていうのももちろんね、分母の中のにあるべき人だとは思うんですけれども、率としたら人生で刑務所行ったことない人の方が多くて、行ったことある人っていうのは 25% もいないのに、まあ、このアンケートの分母の中では 25% を占めているっていうだけ聞くと確かに偏りなんですけれども、人によってはそうじゃない人を分母にしてもこの結果が出されると思うみたいな、男性の同性愛志向が何パーセント、女性の同性愛志向が何パーセントとか、まあそういったことに関して言ってるんだと思うんですけれども、まあそういう、それも一理あるかなと思ったり、あとは、まあどんなアンケートであっても、アンケートに協力してくれる人っていうのを、がまず、一つのバイアスがかかっているので、まあ、そもそもアンケートっていうのはそういうものであるみたいな、まあ、議論があったそうです。はい、ちょっと駆け足していきます。1952年トルーマン米大統領がアメリカが水爆を開発したことを公表、まあ、ちょっと喋りたいですけど飛ばします。1955年、トヨタクラウン、トヨペットクラウンを発表。1959年、アメリカがカストロ率いる新キューバ政府を承認。政府の方がひどいことになってますね。まあアメリカが承認っていう言い方もどうかなとは思ったんですけど、1979年、我らが具志堅用高がボクシング世界ジュニアフライ級チャンピオンを7連続防衛。すごいですね。で、この後、誕生日、1月7日生まれの人のところで触れた、別の動画で触れた、ポルポト政権の崩壊が1979年にあります。1989年、昭和天皇が崩御、皇太子が即位し新元号を平成と決定。というと思い出されるのは井上陽水の出ている車の宣伝がお元気ですかっていうのが無音声になったっていうのを思い出します。1997年、メールマガジン発行システムマグマグが運用開始。マグマグって聞いたことあるけど、メルマガ発行システムだったんですね。まあ、その後、クリントンの名前とか、下関放火とか、防火って書こうとしてるじゃねえかみたいな、あと PHS のサービスが終了とか載ってたんですが、こんなところにしておきます。水爆のところで言いたかった話は長くなりそうなので、また別の機会に。皆さん、誰が聞いてくれてるかわからないですけど、一人でもありがとうございます。一年続いたらちょっと誇れるけれども、もうすでに過ぎちゃったよっていう感じですけれども、もうちょっと続けてみたいと思います。わらしのみおでした。おやすみなさい。